はい、皆様おはようございます。ジャイロイケンのそんまりでございます。本日は福島区イオン野田阪神駅付近さんでお散歩させていただきます。すいません、噛みましたというか止まりましたね。そして本日僕が実践する台はなんと寝台のからくりサーカス、願いを込めました。それでは願いを込めた1枚目です、挿入いってまいります。で、僕もうカスタマイズゼロでいきます。ノーカス、うん、一発ノーカス、二発目ノーカス、三発目カスタム、まあそれから一発目ノーカス、二回目カスタム、まあいろいろな、まあ、レバブルみたいな人もいると思うので、いろいろカスタム、面白い法則というか面白い組み合わせがあればお伝えできたらなと思います。まあミドルと普通、ミドルとほぼ変わらないです。カスタムはスペックは著しく変わっております。そしてアマデジになったことですごくバランスが良くなっている。数字的にはねといったところで4回転梅ホール来ました。で、まあカスタム入れてないので誰との組み合わせかですごく変わりますね。見ていきましょう、この運命、僕の運命を握ってくれたこの保留ちゃん、大好き大好きです。バイブしてるんですけどバイブしちゃってるんですけど、ノーカスのバイブでも、まあ、カスタム入れてたら9割超 え、ノーカスでも確か7割あったはず。そこはミドルとアマデジそほど差があるのか。あ、もうこれさっき言っとくね、さすがに当たりましたね。ポーンって言いました。気持ちいい音が鳴ってるね。早すぎるやろこれは。まあ、中で今疑似練してます。まあ、疑似にから来ましたね。はい、アルルカンが来まして、ここが激赤なら暑かったですけど、まあ、赤でももう十分ですね。で、オートマータのフルーツ柄とかもございますが何にも関係ない。で、前回の激赤柄ってトータル大体 60% ぐらいだったんですよ。今回 75% にまで跳ね上がっております。で、今紫保留来ましたよね。紫保留前回であれば 24.5% だったら紫保留がなんと今回 50.9% まで跳ね上がっております。いきなり赤から同個版、まあ青ですけど、まあ、こんなん別に関係ないんですよ。2で1の数字も赤であったり激赤があったはず。まあ、すごいことになってきました。はい、うん、超運命交差。さっき言っときますね、ごめんなさい、スペック紹介する前に当たっちゃいそうです。はい、ドーン、開幕で一番上のリーチに行きましたね背中ちゃんが来るでしょうね、背中ちゃんがね。まあ、大体ほとんど変わってないです。ミドルとアマデジパーセンテージは大きく変わっておりますが、流れとしては変わってないので、ミドル打ってた人はスッと入れると思う。でも、え、なんでこんな演出、え、ミドルでは見たことない演出をたくさん見れるのがやっぱりアマデジのいいところですから、そういうのすべてお見せしたい。オートマータ君とかね、まあ、今のところミドルでもよくごくごくある流れをお見せしておりますが、まあ、ミドルでも当たったっていうのね、これはさすがに。でテロ、タイトル赤があります。で、今回デフォルトで、テロップまで、まあ、多分テロップで使うんじゃないかな。まあ、ここでテロップですよね。で、赤になると思います。で、これ一回だけ僕金見たことあるんですけど、ミドルでも金はマジで出なかったから、そういう見たことない演出をたくさん見たい、僕はからくりサーカス。もう英語として天国行きなはれや、フェイスレスハン。はい、ドーンですね、ありがとうございます。いやー引き強い、まあ、アマデジアンって言われても、アマデジアンって言われるかもしれないですけど、アマデジアンも500ハマるときはハマりますから、行ってまいります。で、まず 99.9 分の1を引きました。うわこれね、7が上がってくればそのままラッシュやったんですけど、でも大丈夫です、皆さん安心してください。
でもここ打っとった方がいいです。これ打ち出し遅れると一発入れるのが遅れて10発ストーンしたり、ひどい人は20発30発ストーンするので、もうさっき打っとった方が得です。得というか損はしない。で3ラウンドまで見ていきましょうという感じですね。で突入率は 75% です。 75% の3ラウンド、 74.5% が3ラウンドを引いていればラッシュ突入で、 0.5% で10ラウンドで直でラッシュ行くときもございます。でここで押して10人集めるんですよ。で結構長いじゃないですか、メーター半分から押してください。これだけで行ったか行ってないか分かります。だいぶ遅いでしょ、これ行きましたよ。 75% 引いてます。遅すぎるもん、だってドーン、よっしゃ、遅すぎたら今回逆にあかんやつとかあんの。いきなり 25% 引いた。だからこれがパチンコってやつ、わかる？適当なこと言ってまあいいや、すぐ当たったし、うん、カチ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 くん、それではやっていきますね。あれ真ん中から行ってあんだけ遅かった、逆にあかんねや、勉強になりました。お前すっごい、2回転目また運命保留。じゃあもう一回バイブ見せてほしい、おじさんは。はい、ダダ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 、あ、ないですね。これはさっきと前回と全然弱い。え、すっごい雨出て強い。ニーシア姉さんが登場しました。でニーシア姉さんと運命ですね。あ、また 50% 超えの紫から。で激赤になる可能性も秘めておりますから。こっちこ、素晴らしい。でも正直ね、僕トランクの、トランクじゃないこのボタンの8個って、うん、正直別にそんな関係ないと思ってます。あ、でもアマデジになってはだいぶ変わってるかもしれないですけど、これはもう関係ない。ただエッチなお姉さんだけで一発目でいきなり超なってるもんね。でおそらく赤まで上がるんかな。もう一個ちょうだい、もう一個ちょうだいよ。これ最後赤まで使うんじゃないかな。これマジでいらん、ミドルの時からイライラしてた。気持ち分かる人は分かると思います。うわー、デモン、デモンなりました。激赤から当たり歯車が激赤は当たりです。で先ほどと同じ流れ、マサルからナルミになったっていう感じですね。あれ、ちょっと待って、あ、そっかそっか、終わってすぐやからナルミステージでしたね。このナルミステージでマサルが出てきたり、マサルステージでナルミが出てきたらミドルと一緒で法則崩れ、その時点で大当たり濃厚です。すごいね君は。ナルミ兄ちゃん、ナルミ兄ちゃん、ジャイロ兄ちゃん、ジャイロ兄ちゃん、間違いなく当たります。で先ほどのアタッシュケースと一緒の個数ですね。ここもおそらくテロップはタイトルだけだと思うんですよ、あの大きく振り分けたらね。あ、テロップ、あ、タイトルで使いましたね。もうここで一番使われるのが一番いいです。もうね90スーパーとかで分かってて外れたら心に来るじゃないですか。皆さんはそういうの頭に入れないで楽しくカラクリサーカス、アマデジサーカスを楽しんでもらえたらなと思います。すごいよね、アマデジミドルスロット大成功の三京さん、素晴らしいです。てか本当ね、これからくりというか作りが本当に作りすごい作り込まれてる、素晴らしい作り方をされているので、三京さんにはやっぱり天才がいますね。これからくりじゃなくても流行りましたよ、この作り方は。2回目の大当たり、素晴らしい。2回連続 25% はさすがにないと思います。次は普通に連打しますね、うん、いらんこと言わんとこ。はい、もう解いて、もう解いて、パカ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 ちゃんパカちゃんパカちゃん、はい、パカちゃん3、次はちゃんと押しますんでね。カラクリチャレンジ5関連打で全員集合得る。お前2回連続 25% やめてくれよ、ほんまに。あのね、5ぐらいで1回止まってくれた方がいいんですよ、これと。お前上がりすぎやって。ありがとうございました、そのテンション。
ミノルとなんか上がり方が変わってきた。いろいろなことを変えてくれる三強さん、ありがとうございます。でレインボーになりました。 74.5% のラッシュの振り分けを突入していました。もうここで説明しておきますね。ここで説明しておきます。スペック紹介は大当たり確率 99.9 分の1、ラッシュ突入率がまず 75% で、残りの 25% は僕が先ほどお見せした初当たりの 25%300 玉いただき通常、はい、もう一回やり直してねというところになっております。でまずからくりラッシュ 75% 今の状態ですね。で今 75% これ30回の電サポがございます。30回プラス4回の残歩、そのトータル34回の4回転のうちに 33.3 分の1を差し続ければ終わらないという夢のような台となっております。でその中で 25% 10ラウンドの振り分けがあるんですよ。その 25% の10ラウンドの振り分けを獲得し、超からくりラッシュへと飛んでいくという仕様になっております。僕が目指しているのはそう、超からくりラッシュ。それではいってきます。 33.3 分の1、大丈夫、ここノーマルでいきますね。でランオヨンさんであったり、ゾウさんであったりと言ったら、もういきなり真っ赤っかのゾウさん、ゾウさんじゃない、ライオンさん、メスライオンが来ましたね。よろしくお願いします。マサルちゃん、いいですよ。これさ、当たってもおかしくないですよ。2回転目マサル、よっしゃ、俺ええもんね、赤ホールあるし、全然痛くないしな、復活もあるから。これで、おい、ないんや、なかった。で僕バイブも何も言えてないので安心安全に見れます。お前ジョージ大丈夫？俺さ、ジョージで当たったことないかも。まずジョージマサル、次やってくれると思います。皆様ご存知、なるみちゃんなら大当たりです。お前大丈夫か。で2ラインで止まった方がいいんですよ。で5ラインで止まれば当たりです。あ、でも大丈夫か、ごめんなさい、大丈夫でした、ごちそうさまです、ありがとうございます。でここで 25% を引いてるか、それが問題です。ですが、まあ、継続しただけで御の字、ありがとうございます。はい、もう打っときましょう。もうカラクリフィーバーの時でも打っときましょう。でここで拾ってくれるので損しないです、大丈夫です、何にも問題ないから。でちなみにこれ 25% の10ラウンド超カラクリラッシュ獲得していると300玉と同時に告知が発生します。プラス700発、トータル1000発獲得10ラウンド。でカラクリ超カラクリラッシュ行ってください。エレベーター式にドーンと上がってください。こういう仕様になってますね。で来ないのでまた 25% を引くまでこれを繰り返しましょうという流れでございますね。橋原さん大丈夫で、今回これ当たったとしても残歩の告知ないらしいです。なのでこれ当たってる可能性も全然ございます。安いわ、わさる、お前大人をなめるな。大人はな、真っ赤っかのお金が好きなんや。そりゃそうやろ、やばい、これ2連まさか。でもね、ここの突破率はね、仕方ないんですよ。しまって、単発2連かい。で、ちゃんと残歩4回転貯めてください。2連でした、2連もいただきました。で、ここからが本番で、ここの上のロゴが点滅したりアルルカンね、エレオノーラ横から出てきて何かアクションを起こしたり、後ろの看板ぬいぐるみがあったり、クマちゃんのぬいぐるみがあったりしたらリーチがかかってそのままズドンと当たりますから、まあ、今回はないんですけどね。フィナーレまたお越しください。ジャイロギケンソマリです。はい、こちら1円パチンコの海のコースでございます。もう満席でございます。マリンちゃんも大喜び、ギョン軍さんも大喜びで、こちらのメインもずっしりですね。今夕方5時前ですが、本当にほとんど人が変わらず打たれております。そういうことだと思います。で逆側でも素晴らしいチャンスがたくさんあるのか、こちらもずっとお座りになられている方が多数おられ、そんまり幸せでございます。本当にここの福島区イオン野田阪神駅付近さんは優しい台が多々置いておられるので、皆様ぜひ一度
足をお運びになってくれたら嬉しいと思います。ギャラいくらかな。よしてみろ。くまちゃん。あら、一生いいのって出てないけど、ギジニーから上がる。あ、これあ柔らかい石じゃない。ねえ、保留変化を変えるパードとなってます。一発で激アガ来て必勝祈っての告知来たらもうこれですわ。何回転？46回転でも当たるかはまだ分からん。必勝祈って以外はデフォなんでバイブも先読みも入れてないです。で先読み入れたら結構ねこの演出あんま来ないイメージなんですよね。あーかわいちょうに。うわーもうそんな言われたらもうちょっとほんまにあかんわ。おっちゃん興奮や、大興奮や。紫かな。激赤から来たんやけど一発激赤から。どうすんのこれ。あれ、鳴海ステージやったな。鳴海ステージやったね。ドカーン。パールマン、貴様が新人の白金だな。貴様が新人の白金だな。激赤柄の保留が結構期待度上がってるって言っても多分全然やらかしてもおかしくないんですよね、この流れ。あー、ダイヤフラッシュだ。これ赤根来たら当たった言ってましたけどね。あー、カットイン来てくれるだけであとはもらったって言える、僕の中ではね。うわ、これやらかしたんちゃう、外れたんちゃうかな。やっぱりあのね、カットインって超大切なの。やらかしやがった、やっぱりほんまに。よっしゃー。うわ、このレで大診断ちゃん。あ、まあ、デジも死んだら平気で500ハマりますからね。背景が変わり申した、まあ、夜ベニオとこの上にも段階ございます。真っ暗ちゃんになればなるほどあちちの地でございますね。この上行ってくる、行ってベニオ行ったわ。あった、東京だったこの上でした。もう一回ありました、東京政治から上に。申し訳ございません。あ、アルルカの先読み100、200回転ちょうどか、200回転ちょうどで先読みですね。80スーパーございます。83倍だっけ。開幕、怪しい幕、開幕です。喉痛いなんか知らないけど、ありがとう、久しぶりにくれて。運命ホールに変わりましたね。うわ、大爆発が起きました、東京。あ、ここでベニオ行くの。あ、あれか、柔らかい石のところか。はぁ、死にかけの人類食あ、こっからこの男だやーっていくんや。あ、中で疑似さんしてたんだ。意地でも激アガ柄の服出してこないね。で、ここはフルーツ柄とかあります。え、俺こんなん見たことないんやけど。ミドルでも僕ないんですけど、この生き方。あの背中行くんや。紫保留から運命連鎖で、このナルミマサルの運命交差は背中予告で、最強リーチが最強リーチへのルート濃厚となっております。悪魔と悪魔、まあさすがに当たるでしょ、これ。僕緑やったら心配してた。
ミドルやったら、え、大丈夫っていう心配の仕方しますけど、甘やしいけるやろ。うわ、こいつやりやがった。甘でもよしよし、でも大丈夫、復活やろ、どうせ。よしよしよし、カスカラーカラ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 。しかもこれ復活の場合、三強さんなのでラッシュのことになっております。ありがとうございます。さすがにね、まあ、外した瞬間に僕はさすがに心の中では復活だろうと思っておりました。でも口に出さないのが演者ってやつ、わかる。で、七つ柄です。まあ、ここの七つ柄は超からくりとかじゃないです。で、超からくりダッシュ直行はおそらく全回転かなと思っております。ていうか全回転でしょうね、ミドルでもそうだったので。で、これは安心安全。だってさっきさ、25% の通常とか、これは許してくださいよ。別にレバブルを感じたい人はレバブル入れた方がいいと思います。ミドルでは全然感じれなかった人とかね、そういう方が入れたらいいんじゃないかなと思っております。いっていいよ、いっぱい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 。ザンホプラス34回転で刺せば大当たりという簡単なお仕事でございます。さあさあ、ゾウさんとか赤いら、おい、はいはいはい、おいおいおい、来ました来ました来ました。すごいバイブです。もう恐ろしいね、もう恐ろしい。20回転で刺した、あ、20回転じゃない、16回転か。当たりました。もうバイブすれば当たりなので。で、ショータイムの場合4点7点3点は濃厚となってます。まあ2点からしましたけど全然大丈夫、全然問題ないです。で、この時にがっかりするのが V フラが鳴ってないので、学士超からくりには行ってないじゃないかって、そこ思いの底のあなた、ならなくても行く場合はございます。絶望ではないんですよ。なので最後まで諦めずに頑張ってくださいよ皆様。はいはい、行きます行きます。ラーララ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 ラ。あー、やべ、スロットのからくり打ちたくなる、この音聞いたら。はい、からくり出していきます。先ほど2連です、3連目目指していきましょう。あらららららららで、やっぱザンホの告知なくなってるんで、こういう風にね、バイブして V フラになりました。なので超からくりダッシュ突入でございます。ありがとうございます。少々以外は大当たりの子でも、まあほぼほぼ少々です、ほぼほぼ少々なので、まあそこはあんまり気にしなくていいかな。当たってる時も少々なので、ほとんどで全回転でございます。やり申した。お昼でまさか取れるとは思ってなかった。で、こういう風にやっぱり 33.3 分の1っていうのもあって、で 25% の振り分けもあるんですよ、上位ね。って思ったら普通のアマデジの突破型より行きやすさは段違いと思ってください。おかわりベロベロバーです、ありがとうございます。最高、アマデジでも鳥肌立つね。はい、行ってきます。あー、怖い、パチンコ。この次にバーンできますね。これで10ラウンドプラス超からくりダッシュ突入でございます。70回転プラスザンホ4回転、トータル74回転のラッシュ、大当たり確率は 33.3 分の1でお変わりございません。継続率トータル約 90% ね、約 90%。 さあ行きましょうか、このままじゃあ。で、ここから V フラになっても別にその上があるわけでもなく、ただのね、やっぱないんやね、なくしちゃったね、なくしちゃったね。まあ、ザーホの告知300回転で来られてもって感じか。はい、もうそのままいきます。で、ここから日の輪であったりゾウさんであったり赤いライオンちゃんに期待しましょう。もうここからはほぼ旧ダンバインです。はい、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。あれ30分の1ぐらいだったっけ、ダンバインって29分の1ぐらいだったかな、ちゃんと覚えてないですが、ダンバインを好きだった方はほぼダンバインと思って打ってくれればすごく入りやすいと思いますよ。これ止まってくれ頼む、赤じゃないけど止まって、あかんわな、はいはいはい、止まらなくてももうバイブが来ますから、結局バイブが来ちゃうんですから、皆様皆様大好きおバイブちゃん。あ、そのまま当たんの、てかね、ミドルでここで当たることってマジでないんすよ、すごいね。
左も右もミドルで見れない演出たくさん見れます。でバイブもすごく感じられる。行ってみてください皆様一度。福島区イオン野田阪神駅付近さんはすごく良心的なのでこうやって打てますが、お前こんなんどうやって打つねんっていうところばかりだと思います。本当にもうすごいね。あら感じちゃう、おじさん感じちゃうよ。すごいここもドーンウィンくんの、うわーすごい。これも見れない演出ですね。あそこで直撃はないもんほとんど。今ならね6連目もう6連目。やっぱね今のミドルって早いじゃないですか、ね、連しないじゃないですか。やっぱそういう方、まあ、速押しとかね経験されてる方はこのアマデジのからくりサーカス打ってみてください。心が癒されますよ。まあ、ちゃんと心が癒される場所で打たないと余計イライラしてしまいますけど、まあ、アマデジっぽくないんよな。アマデジっぽくない出玉能力も兼ね備えております。でバイブしてないな、怖いな。バイブなしでも当たってみる。緑ってほんと転廃しなくてそのまますって終わってしまうこともございます。もちろんございますが気にせず打っていってください。うわこれもあかんよな、入れてたらねこれががっかりなんですよね。イライんすよね。分かってます、仕方ないです、大丈夫です。モーメントでこれでいけるかな。3からもう出ないと思うんで。でこれ緑でおってなる人いますが、あの緑無視してください。赤以外無視でいいです。たまに止まるかなっていうぐらい。ここで止まるのはなかなかないですからね。6連勝もチャンスですか。ありがとうございます。俺後ろの背景が赤でしか止まったことない。これ緑ええ音するでしょう。いけるんちゃう、ずっと紫やったしと思うでしょう。マジで止まんないっす。まあはずいですね。ミドルでもほんま止まれへんかったもんね君は。2500玉終了でございます。ですが残りのこの4匹のライオンちゃんに僕の運命はかかっているので、ぜひとも皆様に大当たりお見せしたいと思います。またお越しください。また来ます、ありがとうございます。でアクションが起きてほしいな。嘘でも起きないね。残り2回転やね。あーかん、ラストはそうか、俺バイブ入れてるからバイブ来なあかんかったんかもね。お待ちされております。ネギネギギャラいくらかな。ここやね。あーカットインなしで押し切るか。さすがにありがとう、ドガーン、素晴らしい。ちょっとほんまもう 25% いくのやめてな。ほんまに頼むで、ほんまにやめてや、お願いや。矢印レインボーにしないでください。すごいややこしい、なんかドキッてする。もうこのまま行きます。あ、このまま行きますね。まだ入ってなかった、ごめんなさい。入ったつもりでした。でもこういう気持ちが大事だから。でザザザザザザザって行ったじゃないですか。でもう一回初当たりの時と一緒に半分ぐらいから押し始めますね。当たる時は5までバン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 で行くんやね。じゃあでここで止まってほしいの。あ、これまたあかん。あーよかった、よかった。このパターンは多数ございまして読み切れないことが分かりました。申し訳ございません。僕レベルでは読み切れませんでした。ジャイロさんやったら読み取ってると思います。で下位上位で保留の期待度も別格に変わります。あらら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 、白金赤は。じゃあ2ラインで止まろう。2ラインで見るなら9割超えだったんですよ。これはさすがにダメやね。
クソでもレバーくれていいよ。まあボタンはボタンやんわな。はいはい、ドン。これまた駆け抜け俺。あ、またさっき上位入れてましたね、失礼しました。復活もないんですよ最近。うわあかん、うわー嫌なカウントダウン始まったわ。これはさすがにいかないですね、劇場は。ルシー、うっそ今なんでいけへんかって思ったら少々以外、少々やろな。切れ目が赤じゃないとマジでいかなかったんですよ、ミドルの時は。赤、青でした。逆来ましたね。で、ここの緑からスタートか、スタートならどないかなるよ。うわ、青かよ。マエルオリンピア、ギーさん頼むで、これ残りもう3回転、ザンを合わせて7回転です。成長せえへん、赤まで。あかんか、青緑緑。でもまあ劇場で転敗してるし大丈夫じゃない。僕は倒れない、いけおら、よっしゃ。これがショータイムなら4点で当たってたんです。あれ当たってる、復活か。ちょっと待って、劇場でも4点当たりやったっけ。ギリギリセーフ、申し訳ございません。僕のね、僕の本当ににわか知識で申し訳ない。しかもこれ上位いったんじゃないの。復活で7、右で復回で復活、そして7、上位じゃないわけないよね。10連ぐらいしてくれるんですよ。分かってでもおおってなっちゃうね。このロゴをしたときに来る右、右手への振動素晴らしい。タタタタタ、あっしゃはしゃはしゃ、はいはいはい。え、俺バイブ入れてないって、俺バイブ入れてない、バイブ入れてない、バイブ入れてないのに、バイブして必勝祈って予告なし入れてんのに。カスタムとは。しかもまた10ラウンドです。ドガーン、うわ綺麗。あ、ロゴ落ちなしパターンもあるんや。はい、カラッシュいきます。カラッシュちゃんとね、カラクリダッシュってしてくれるところが作った人のカラクリカサーカスに対する愛を感じますよね。でゾウさん来ました、ゾウさんで東海で多分ね、緑ゾウさんいますけど。おもろ、こいつがゾウさんじゃなかったかな。これ当たりますよね、だって3点敗してるもんね。で3点敗は右打ち時のデモンゾーンってあるんですよ。デモンゾーン以外で3点すれば大当たりです。ですが3点してデーモンゾーンだった場合、なぜかゾーンに入ってるのにデーモンゾーンだけ無効化されるんです。がっかりしないでくださいね。で3点に関してはデーモンズゾーン以外は大当たりですが、デーモンゾーンは対象外ですよという法則でございますね。ありがとう。でこれが上位であったり10ラウンドが 10% とかやったら、うわしんどって思うんですけど、 25% って引けるじゃないですか。ここがいいっすよね。 25% ってすぐ引いちゃうんですよ、僕みたいな卑怯側はバーンですから。面白い、色鮮やかになってきたよね、緑より。まあ出玉はさすがに無理ですけど、出玉はさすがに超えれませんが、楽しさ、演出、バランス、安心感、この3つはミドルのからくりを超えてきました。てかね、ミドルで悪かった点をめちゃくちゃ改善して出してくれてますね、このからくりちゃんは。改善サーカスです。いやあ、いけるわ。カスタムしてない方が面白いな。たくさんデバブル感じたい人は好みでデバブルを入れたらいいと思いますけど、
カラクリサーガスライトバージョン楽しむためには入れない方が面白いです。これアマデジなんてから先までとか入ったら面白かったんですけど昨日はこんだけえへん、いきなり赤だったし。劇場ですね。そのまま揃いました、失礼しました結構ね、ミドルやったらあそこで劇場を止めて引っ張るんですけど、出玉も5000発超えそうですね。てかまくりました投資、さすがアマデジ。爆裂投資はない分ね、まくりやすいんですよ。で5万入れてまくられへんかったやんけって言われても知らんで、5万も入れたから。アマデジに5万も入れたから。でアマデジからこいつもちょっと期待できるようになったしね。まあ無理やけどね。あー、ここで変わってくれるのおもろいな。さすがにないわな。ゼロ。このカウントダウンマジで見ろ。あ、これ日野は赤保留。え、こいつじゃないの。これザーホにもいますよ。あ、これ外れんかな。でこの後か、こいつか。素晴らしい。下位の赤ライオンよりこっちの赤ライオンの方が期待度は大幅に上がっております。カラフィーです。カラフィー、カラクリフィーはカラフィーです。1回テーブルそれコントいてやん。ほんなあと1回で10連するので僕の目標の2桁連届きますね。でこういうね時にね連チャン見たら当たらなくなるんですよ、なんでか知らんけど。さすがに止まらないですね。ここのナイフの絵が赤とかチャンスアップございます。ほとんどけえんけどな。あれ、これ3333え、11だ、171か、7点してんかなと思った。ええわ、もう普通に当たってる時もここで当てるのね、お見せしたいんですけどね、なかなか難しい。で俺カスタム入れてないよね。カスタム入れてないで、ね、カスタム入れてないで、ね、カスタム、ね、通常の叫びだけですね。よいしょ。で紫緑は無視、677はもう当てて当たりでもよかったのにね。紫、緑はもうスルーでいいです。左が4個止まってますけど、リーチにならないと意味ないんだもん。だってチーンです。いやもう無理でしょ。いやそれは嘘ですやん。677になるんか。うわ最悪、めっちゃ損した気分。ここで緑になられたら。俺人ので1回見たことある、ジャイロさんやったかなぐらいっすよ見たの。緑でテンパった。これってさあー無理か、さすがに止まるか。ここ でここで煽れもないもんね今日1回も。で今ミニキャラロゴのフラッシュもなかったんですよ。まあおそらくここは止まるでしょうけど、で今マサルが来たらもうその時点で当たりなんですけど、これはガセだと思いますね。まあ、あれが止まれば大当たり濃厚で、またラッシュに戻れる。まあこれはもう終わっとるわな。でもこう4つ溜まったら別に打つ必要はないです。これ消えてフィナーレで終わるんでね。うわ6つ3800、8連の3800玉獲得ですね。うわーやってもうたー。先読み来ました。運命保留ハテナって書いてきました。絶対運命に行きます。でバイブはダダダダダ、あ、これ外れやがったな。
ここローまで落ちましたけど、いや外れたんじゃない？で激赤でしょ。バイブ入れててそれは倍人やろ、倍人。倍人がで、え、ちょっと待って。え、俺ギーさん行くと思った。こっちの背中の方行くの？やっと会えた。もう構えがね、切り方が甘いんですよ、そもそもがね。空当たらんよねっていう単発でも、うん、やめよ。知りました、この台は。はい、で本日は福島区野田阪神駅付近さんをお散歩させていただき、投資の方が投資3500発で、回収の方が6500個プラス3000発になりました。大勝利でございます。まあ、甘デジを打って3000発、しかも突破型大勝利です。これはもうむしろ逆もありましたし、まあ、投資も低投資で抑えて初当たりもポンポンと引いて、やっぱ突破型、今までの突破型よりは突破しやすい部類に入るんじゃないかと、じゃないかなと思いました。突破型史上一番じゃないかなと思いました。皆様気になる方はぜひとも打ってみてください。本日はご視聴ありがとうございました。だからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで出発なわけがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。俺負けてるな。で今流れつかんでるでしょ。手も立ちしないよ。これ来たから。